こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本には世界でも最高の潜水艦がある。どんなとこが世界最高か。それは静粛性が世界一と言われている。では、双流型潜水艦では、南蛮艦が最強か気になったので、調べてみたら驚くことを発見した。そう、流型潜水艦は、現在12番艦まであり、12番艦を除く。11番艦までは、海上自衛隊に引き渡しされ、任務を行っている。日本は、防衛という他の国とは事情が違い、海底に息を凝らして潜む。忍者的な戦術をとってきた。その防衛という目的から、どうしても静粛性が必要となった。そう、流型潜水艦。1番艦は日本初スターリングエンジン搭載となった。今では当たり前のように説明しているが、当時は最新鋭通常動力型潜水艦だった。日本は通常動力型潜水艦で、ディーゼル、低出力スターリングエンジンプラスガマ離蓄電池を長らく採用してきた。静粛性では、この API 機関が最強の組み合わせとしてきた。海底での実績はもちろん、世界を驚かせた事件がある。それは、南シナ海において、すでに、15年も前から偵察任務を行っていたとの発表が当時防衛大臣の小野寺氏から世界へ向けて強烈なスピーチが流された。しかも登場したのは双流型潜水艦ではなく旧型の黒潮潜水艦だった。この旧型でも南シナ海まで見つからず潜航できた。この結果、日本の潜水艦技術は世界でもトップクラス。だが、そんなスターリングエンジンを搭載した双流型潜水艦にも欠点があった。それにもう一つ問題があり、潜水艦内部に水素を積まなくてはいけな、いとう特性があった。やはり水素は非常に発火しやすい物質であり、艦員を万が一危険な目に遭わせている。世界最強の潜水艦とは？と問いかけた時に、やはりシンプルに電気のみで動く潜水艦だろう。それには、電気を生み出す機関が必要になる。大きく2つに分けられ、原子力発電と通常動力型原子力発電以外、今まで最強とされてきた原子力発電にも欠点はあり、潜航時に長期間電気を作り出すことは可能だが、原子力の特性の蒸気の音などあり、しかも熱が高温となる。その時、敵の潜水艦に探知される可能性も高い。一番シンプルかつ最強なのは、電気のみの使用が最強かも。たとえ、リチウムイオン電池のみ、潜水艦に搭載しても電池は、充電しなければいけない。現在、リチウムイオン電池のみで発電と
蓄電できるシステムもない。通常動力型で発電するためにはエンジンが必要になる。そう、流型潜水艦で採用されたリチウムイオン電池を最短で、充電可能なディーゼルエンジンが選ばれている。リチウムイオン電池を採用したことで、潜航時間も大幅に伸びかつ潜航時、もしもの事態が起きてもすぐに高出力で潜水艦を退避させることが可能になる。ただ、日本の場合、これまでは潜水艦の静粛性を武器に忍者のように姿形を見せることない存在であり続けた。こう、潜水艦乗りの間で言っていた。見つかったら終わり、この言葉は本当に意味が深い。一方、原子力潜水艦の方は、見つかってからが勝負、こちらも意味が深い。エネルギーに限度がある通常動力型潜水艦とでは、ほぼ無限の。エネルギーを持つ原子力では、高出力での差が際立ってくる。その差を埋めるのが、リチウムイオン電池搭載潜水艦、オウリュウと、東流だ。今までの通常動力型潜水艦の意識が変わった。見つかるまでも、見つかってからも勝負、リチウムイオン電池が潜水艦の常識を変えた。静粛性と機動力を持ち合わせた潜水艦となり、これから、リチウムイオン電池を超える電池が開発されるだろう。もう、すでに、リチウムイオン電池の先、技術が開発されている。すべては、充電時間の短縮とバッテリーのみで、どれだけ先行、高出力を維持できるかが今後大事となる。通常動力型潜水艦では、どうしても充電するために、海面へと上昇しなければならない。その時にかかる時間をどれだけ短縮できるかでも変わってくるだろう。日本の潜水艦技術が原子力を超えるかもしれない。原子力発電は、どうしても欠点があり、原子炉の冷却やそれに伴う音漏れなどやはり、日本の通常動力型潜水艦の静粛性の前では歯が立たない。日米合同訓練などあり、潜水艦探しなどの訓練も盛り込まれる。これには、その都度、どちらかの国の潜水艦が敵役となるのだが、潜水艦を探し出す訓練は哨戒機などでも導入される。本番さながらに合同訓練は行われている。やはり、そう、流型潜水艦で最強なのは、オウリュウと、東流潜水艦だろう。この二つの潜水艦でも、東流潜水艦の方が、リチウムイオン電池の使用時間は伸びているし、潜水艦のステルス性もまた優れている。通常動力型潜水艦では、世界でトップになっただろう。次期潜水艦は、どんな潜水艦になるだろうか。今から楽しみだ。今、防衛の部隊は第一列島線になりつつある。やはり脅威を示している。
中国を牽制するためのもので、この第一列島線上に九州、沖縄、与那国、台湾となる。このため中国も太平洋へと出ることはできず、尖閣諸島を奪取したいところだろう。日本も海上保安船が警備に当たっている。感謝しかないが、この尖閣諸島に自衛隊を常駐することができればいいのだが、米軍の演習場としても使用可能なはずだ。どれだけ危機感を持って第一列島線を防衛していくのかも今後必要となる。馬毛島の購入も急がれると感じているのだが、何はともあれ、通常動力型潜水艦は確実に世界でトップだろう。他の国が真似できないところまで来てしまった。あとは SLBM での迎撃ミサイル発射搭載となるだろう。